はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日今年のワールドシリーズが終わりまして、ドジャースが4勝1敗でヤンキースを下しての世界一、4年ぶり8回目の世界一となりましたね。レギュラーシーズンで毎年圧倒的な強さを見せながらも、昨年はディビジョンシリーズでスイープを食らうなど短期決戦で悔しい思いを多くしてきたドジャースで、今年もパドレスとのディビジョンシリーズで1勝2敗と敗退の危機に追い込まれ、今年も相手の勢いに押されてしまうのかと思いきや、そこから一気に立ち直って正直負ける気がしない戦いぶりというか、少なくともシリーズを落としそうな感じは全くなかったですよね。プレーオフが進むごとに強くなった印象すらあり、またチームももろもろ課題はあったはずなんですが、全体的にブルペンがよく踏ん張りまして、他にも NLCS ではトミー・エドマンの大活躍が光るなど打線が活発でしたし、ワールドシリーズでは先発がかなり不安視されたところで第1戦から3戦まで全員好投、さらには怪我で本調子でなかったフリーマンがワールドシリーズを大暴れしたりと、変わる変わるヒーローも登場したのかなと、ロバーツ監督のブルペンマネジメントなど采配も光りました。4年前の世界一は短縮シーズンの頂点だったゆえに、いろいろとケチをつけられることも多かったドジャースでしたが、今年はフルシーズン戦って全30球団中勝率1位、さらにワールドシリーズの舞台ではエールの勝率1位であるヤンキースを倒しての世界一となりましたので、これに関しては正直もう文句のつけようがない、今シーズンのチャンピオンにふさわしい戦いぶりだったと思います。ということで、ワールドシリーズの終幕をもって2024年の MLB のシーズンもこれでおしまい。今日からオフシーズンが始まりました。2024年シーズンは終わったばかりですが、早くも来年2025年に向けた戦いもスタートといったところでしょうか。近々の主なイベントですと、ワールドシリーズの翌日、つまり今日からメジャーリーガーが絡むトレードが再び解禁となり、またワールドシリーズから5日以内に契約にオプションが含まれている選手については、それを行使するのか破棄するのか、また FA 選手に対するクオリファイングオファーの提示も決めなければなりません。それが過ぎると FA 選手の契約も正式に解禁となり、 FA 市場も本格的に始動します。今月下旬、現地11月22日はチームが保有権を持つ選手に対して来年の契約を提示するか、裏を返せばノンテンダーの期限となっておりまして、ここで契約を提示されなかった選手については新たに FA 市場に加わることになります。12月中旬からは毎年恒例のウィンターミーティングが開催され、移籍市場もこのタイミングで特に活発になりそうですかね。ウィンターミーティング中にはルール5ドラフトも行われる予定となっています。で、そんなトレード解禁初日の今日、早速主力クラスが絡むトレードがエンゼルスとブレーブス間で成立しました。エンゼルスがブレーブスから強打者ホルヘ・ソレアを獲得し、見返りにブレーブスは先発投手のグリフィン・キャニングを獲得しています。いきなり両球団が来季に向けて動いてきた格好ですね。トレードの第一印象としては、エンゼルスが今季打線が少なくとも成績面では課題で、 MLB レベルのバッターをもっと加えなければならなかったところ、ソレアという形でスラッガーを打線に追加。今季99敗を喫したチームでありますが、モレノオーナーは今季と比べて来季のペイロールが上がることを示唆していたあたり、チームとしては来季もコンテンドを目指していく、その姿勢がエンゼルスの動き方からも明確になったトレードでもあります。一方でブレーブスはシーズン途中に獲得したソレアを再トレード。基本的に DH タイプの選手でありますが、マーセル・オズーナのオプション行使が濃厚であることから DH は埋まってしまい、また外野には来季アクーニャが戻ってくるはずですから、ポジションがない選手のサラリーダンプが主眼のトレードという印象です。まずはソレアを獲得したエンゼルス側から見ていきますが、ソレアはマーリンズ時代の2023年に36ホーマー、さらにもう少し遡ると2019年には48ホーマーをマークしたこともあるスラッガーで、昨年オフにジャイアンツと3年総額4200万ドルの契約を結んだばかりの選手です。ただ広いオラクルパークでは少なくともジャイアンツが期待していたほどのパワーを発揮できず、契約1年目ながらトレードデッドラインを前にブレイブスへトレード。ブレイブス移籍後は49試合で9ホーマー、 WRC プラス135と結果を残し、シーズントータルでも142試合で21ホーマー、 WRC プラス119となかなかの成績を残しています。結果を出した翌年に成績を落とす、割と確年気味な印象もあるソレアでしたが、パワー面はとにかく WRC プラスは2023年の125と比べてさほど今季変わっていませんし、ここ2年間結果を出したバッターがエンゼルス打線に加わることになりましたね。契約は残り2年総額2600万ドルで、来季が33歳のシーズンです。エンゼルスは投手陣が悪い意味で目立つ印象も多いチームですが、打線のテコ入れも必要な状況でした。今季チーム全体の WRC プラスは90に割り、これは MLB 全体で25位。ソレアが入る機会も多いかもしれない DH に限りますと WRC プラス80と、打力を求めるポジションにもかかわらず成績を残せなかった状況で、来季コンテンドする上ではシンプルにもっとメジャーリーグレベルのバッターを打線に加える必要がありました。なのでソレアはその第1弾ということになるでしょうか。今季ホームラン数が下がった点がマイナスに受け取られるかもしれませんが、オラクルパークに苦しめられた側面は大いにあると思いますし、速球に対しての強さ相変わらず示しているあたり、衰えとかはそんなにないと思いますので、一転して MLB 全体で見てもホームランが出やすい環境であるエンゼルスタジアムでどれほどホームランを増やせるかは楽しみですね。例年通りのバッティングができるのであれば、シーズン30本は期待できるようなバッターではあると思います。
しかしソレアで良かったのかについては当然議論はあると思います。稼働に大きな不安があるトラウトとレンドンを抱えているチームがソレアのような DH タイプの選手を加えて果たして回るのかと、今季ブレイブスに移籍してからチーム事情からライトを守ることも割とあったソレアですが、304回で DRS-10、 OA-6 と多くはない出場で結構なマイナスを叩き出していて、守備が上手い選手ではない、むしろ DH で出さないと打撃のプラスを消してしまう勢いです。特にトラウトをいかに多く試合に出すかがエンゼルスは鍵なわけですが、ソレアの存在がその障壁とならないといいんですかね。また残りの契約を全て引き取ったのも気になりました。確かに今年の野手の FA 市場を考えますと、例えばテオスカ・ヘルナンデスとかに4年契約突っ込むよりかは攻撃の天井は多少下がるかもしれませんが、ソレアの2年の方がリスクを抑えられていると考えられそうですが、ブレーブスがサラリーダンプしたがっていたのは明らかでしたので、数百万ドルの金銭負担を引き出せたらもっと良かった気はします。まあ、エンゼルスからすればキャニングがおそらくノンテンダー候補だった中で契約を全て引き取ったとはいえ、その彼一人でソレアクラスのバッターを手にできる方がプラスと考えたのかもしれませんけどね。ひとまずいきなりの打線補強となったエンゼルス、この後はどう動くでしょうか。一方のブレイブスサイド、こちらについては冒頭でも触れた通り、サラリーダンプを主眼に置いたトレードだと思いますので、トレードが成立した時点でその目的は果たされたと言ってもいいでしょう。オズーナのオプションを行使する意向であるとブレイブスフロントがすでに明言しており、アクーニャの復帰も控えていますので、ソレアに与えるポジションがありません。もろもろ補強を進める中で、おそらく来年も贅沢税の対象になるであろうブレイブスとしては、ソレアの契約を浮かしてその分を補強に回したいところでした。そういった状況でソレアの残りの契約を全てエンゼルスに負担してもらった時点で、トレード単体で失敗になることはなく、あとはその浮いた資金をどう使うかが今オフの焦点になってきそうです。夏に残り2年半も契約が残っているソレアを金銭負担なしで引き取ってきた時には、ポジション含め今後どうするんだと思ったものでしたが、うまいことやってきましたね。また今回のトレードで獲得したキャニング、彼もどうするんでしょうかね。キャニングは来季が FA 前最後の年で、 MLB トレードルーマーズの来季予想年俸は510万ドル、まあ、正直安くはないです。今季32試合171回3分の2を投げたキャニングは防御率 5.19 と成績面で振るいませんでしたが、昨年はそこまで悪くはなく、共にリーグ平均以上の K%、 25.9%、 BB%、 6.7% をマーク。それくらいやれるんだったらブレイブスも使い道がありそうですが、今季フォーシームの平均球速は2023年比で 1.3 マイルもダウンしているのは気がかりですかね。5年のサービスタイムを計上したことから、本人の許可なくマイナーに落とすことはできず、残すなら MLB のロースターに入れるしかない選手ですが、ブレイブスがうまく使える自信があるのであれば、予想の510万ドルをもっと下回る金額の1年契約を結ぶのか、あるいはそもそもソレアのサラリーダンプついでにもらってきたに過ぎず、特に使うつもりもなければサイドのトレード、あるいは今月下旬にノンテンダーという可能性もまだ残っているでしょうか。ブレイブスがキャニングをどう捉えているかについては、この後もっと情報が出てくるでしょうかね。注目したいです。ということで、オフが始まっていきなりのトレード成立となりました。今後も当チャンネルでは MLB のオフシーズンに関する話をしていきますので、ぜひチャンネル登録してチェックしていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。